ではニュースをお伝えします。西松建設による裏金事件に関連して民主党の小沢一郎代表の資金管理団体が西松建設の OB が代表を務めていた政治団体から違法な政治献金を受け取った疑いが強まったとして東京地検特捜部は政治資金規正法違反の疑いで小沢代表の団体の捜索を始めました。関係者によりますと小沢代表の団体側は容疑を否定しているということです。捜索を受けているのは小沢代表の資金管理団体の陸山会です。東京地検特捜部の調べによりますと陸山会は西松建設の OB が代表を務めていた政治団体の新政治問題研究会と未来産業研究会から違法な政治献金を受け取った疑いが持たれています。政治資金規正法では政党以外への企業献金や他人名義での献金が禁止されています。政治資金収支報告書によりますと陸山会は西松建設の2つの政治団体から平成18年までの3年間に1400万円の寄付を受けています。特捜部の調べによりますと西松建設の政治団体は社員や家族から会費を集めた上で実際は会社が会費分を賞与に上乗せして支給し全額負担するなど事実上の企業献金だった疑いがあるということです。特捜部は小沢代表の団体側が事実上西松建設からの企業献金と知りながら寄付を受け取った疑いが強まったとして政治資金規正法違反の疑いで強制捜査に乗り出したものです。関係者によりますと小沢代表の団体側は容疑を否定しているということです。ニュースをお伝えしました。